はい、大阪の阿倍野区にある重症症状専門整体の体コンディショニング三つです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今日はね、肩のね、ストレッチを紹介していきたいんですけども、肩、痛めてしまうと、肩周り、腕周りもそうなんですけど、この背中ですね、背中の筋肉が、硬くなってしまったり、可動範囲がね、狭くなってたりとかね、やっぱりそれが影響して肩無理やり腕で上げて痛めちゃうっていうケースも結構あるので、腱鞘炎とかもそうですね。そういったところの予防をしっかりしていってもらいたいので、この動画をね、ちょっと紹介していきたいと思います。広背筋、今日はね、広背筋をね、紹介していきたいと思います。広背筋のストレッチ。まずは、手を頭の上に置きます。で、この肘をぐーっと倒していきます。はい。これ三角筋も一緒に伸びるんで、しっかり倒していきます。倒していきながら、ちょっと背中も伸ばしていきます。はい。この時ゆっくり息を吐いてあげます。無理やりグッとしない。一つのストレッチは15秒から20秒意識してやってあげます。はい、一回戻ります。で、次はこの状態から、ちょっとね、倒しながらひねります。ぐーっと。斜め前へ。これも息止めない、息吐きます。無理のない範囲で、しんどいところの一歩手前で止めてあげてください。はい。これが一つですね。で、もう一個は、前ならないの状態で、片方だけやります。片方だけを、ちょっとね、斜め前の、ちょっと届かないところの距離のものを触りに行くような感覚で、息を吐きながら、体は痛ない。体はそのままで、息を吐いて、手を触る。手の力も抜いておきます。こういう動作になります。この延長上ですね。ぐーっと押して、息吐きます。はい。はい、そのまま戻ります。はい。これが二つ目。はい。まあ、両方でもね、全然いいんですけど、片方ずつの方がよりね、深く入れると思うので。これを四つん這いの状態でもできます。四つん這いで、まっすぐ、ちょっと斜めですね。肩を入れちゃうと肩だけが伸びちゃうん で肩の関節が決まったりするんで、空間距離をちょっと空けて、このままちょっとこれも斜め前のものサーリングの感覚で息を吐いて倒していきます。この辺を伸ばす感じですね、はい、広背筋の停止ってここまであるんで、しっかり深く伸ばしていく。まあ無理するとね、ちょっと痛めちゃったりとかするんで、その辺ちょっと加減しながら、やってあげたらいいかなと思います。これを、タオレッジポールを引いてタオルの上でやってあげるのもいいですし、はい、座ってやるのもいいし、立ってやってもいいんで、ぜひこれね、しっかりやってあげてほしいなと思います。はい、では今日はこれで終わっておきます。失礼します。